川原経河によるアサヒガニの絵アサヒガニ、学名ラニナ・ラニナは、10脚目アサヒガニ科に分類される、カニの一種。インド太平洋の温暖な海域に分布する大型のカニで、食用とされる。分類上は一種のみでアサヒガニ属ラニナを構成する。地方名としてカブトガニ、ヨロイガニ、ヘイケガニ、ショウジョウガニなどがある。なお、標準和名のヘイケガニは、 別種として存在し、カブトガニはカニとは別の動物を指す。アサヒガニの剥製。国立科学博物館の展示。幸福は15センチメートルほどに達し、カニとしては大型の部類に入る。背面は一様に赤代々色をしている。甲は縦長で小さなトゲに覆われる。前半部がやや幅広くドーム状に膨らむ。 前縁に三節からなる長い目柄があり、その先に複眼がある。両目の間には三叉の楽角、両目の外側に三個の巨子、その外側に三叉に分かれた棘が二本突き出る。生体のオスでは三叉の棘が伸びて楽角よりも前に出るが、メスは楽角より前へ出ない。ハサミ足は左右とも同じ大きさで平たく、ハサミ部分が内側を向き、全体的に鎌型をしている。 ふわしはすべてがガザミ類の遊泳客のように平たく砂に潜るのに適している。他のカニと違って腹部、甲、腹脚、腹部の縁には褐色の毛が生えている。形態としては、イオ類の砂掘りガニ類、またはすべてのカニ類に共通するメガロパ妖精に近い。このため、原生カニ類の中では本種を、アサヒガニカノカニは英語で、 フロッククラブと総称されるが、これは縦長で前鏡になる体勢がカエルのそれに似ることに由来する。日本近海産のアサヒガニ科の中では、アサヒガニが最大種で、他種はすべて幸福5センチメートルほどまでの小型種である。ハワイ諸島異星からアフリカ東岸まで、インド太平洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布し、日本でも本州中部以南に分布する。 水深10から50メートルの砂泥底に生息する。ふわしで砂底を描いて後ずさりするように砂泥に潜り、腹眼だけを出す。一般的なカニのような横歩きはできず前後に歩くが、全身もほとんどしない。植生は肉食で、海類や誤解などいろいろな小動物を捕食する。日本を含む分布域の各地で広く、食用に漁獲される。 漁獲量は多くはないが、日本では九州南部で比較的多く漁獲される。春は冬とされている。カニ類の多くは加熱されると赤くなるが、本種は生じからすでに赤く、加熱調理しても色は変化しない。凍らないに白い実と高褐色の中長線が詰まっていて、塩茹でや鍋料理などで食べられる。美味なカニとして祝いの席などに出されることもある。 ありがとうございます。